はい皆さん毎度毎度カット椅子使ってますかお兄さんアイロンかけるのにもうめんどくさいからやっぱり椅子使ってんねあの落ち着いてね接客して落ち着いてカットしようと思ったらやっぱ椅子は必須だよね必要自分もずっと使わなかったけどねやっぱりねじれったいお客様いるとね早くしてくれって思うんんでね椅子がないとね疲れるから立ってるだけで疲れれんだからさやっぱり椅子がないとねさっさと仕事を終わらしてさっさとね休みたくなるんだよね でそれに対してお客さんがもた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 喋ってたりさあでもねこうでもねって言ってるとね立ってて待ってるこっちは「疲れんの?」って言いたくなるんだよねだからそういう意味込めてねやっぱりそういうのが顔に出るとカズハラとかモンスター客とかなんか変なお客さんに育ててしまうお客さんが嫌な気持ちにねねんだこの美容師って思われるってうのを思いたくなってくるんじゃないかなやっぱね美容室ってのは椅子は必須だよねまあいろんなものの考え方あるけどね美容師にね まあ仕事中椅子は必要ねえ贅沢だ立ってやれっていう人いるかな昔自分もそういうことはあったよねな座ってる時間がないっていうのはあまりに忙しくて、まあ、でもそういう時でもやっぱりお客さんによったらねちょっと考えてる時間が長い人とかいるわけよ30秒考えるがかその間ね椅子に座ってねゆっくり待つっていうのはそういうことが できななかかったったていうのに椅子なんか邪魔だててんでね忙しくすぎてだから忙しい時なんかそういうやっぱりちょっとゆっくり考えようってうお客さんに対して急かすっていうのは早く早く決めてくれみたいにさだから椅子が必要な場合っていうのはワンレングスを切るとき襟足切るときサイドの長さを切るときだねレイヤー入れるときはやっぱり椅子に座ってらんないよねであと打ち合わせするときもやっぱり椅子に座ってるよねやっぱりその椅子に座ってやっぱり人の話をよく聞くっつうの落ち着いてね でそれができるかできないかでね椅子があるかないかはね美容師がね椅子に座って仕事するとはなんて怠け者だなんて思ってる経営者がいたらねまあ経営者はパソコンかなんかやってんでしょじゃあ椅子つかねで1日立ってパソコンやってくるねまあ経営者はね下で働いている本当現場で働いてるねまあ、美容師さんのねまあ一言で言ったら気持ちをもっと理解して経営すべきだよね 管理美容っていうのは何を教えてんの自分管理美容持ってないんでうちのお兄さんは管理美容持ってるからね。管理美容でそういうことを教えた方がいいんじゃないのかなと思うんだよね。管理美容が一回何を教えてんだか知らないけど経営者は管理美容を持ってない人は経営者になっちゃいけないとかねまた管理美容持ってない方は管理しちゃいけないと美容師の管理は管理美容に任せてそれ以上のことは口出さないとか何かこうルール決めた方がいいかもしれないよね男性のね。 床屋さん美容師の,あの毛染め問題ね今は染めてないですがやるときはあまりの薬剤使い切るためかもしくは新しいのの実験、まあ、そんな時あるよね若いとね何でも OK ってなるよねやっぱおっさんになってから注意しないとね昔のバーバーは学校でくの改造もやってましたでどう改造するんだかね私の頃は学校で教わりましたがまあ親や先輩からいろいろ教わりましたってく,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 くの 改造今はプラチック製ですからね改造するのは天然素材のものですやればプラチック製もできるかもしれないけど、まあ、やれってやれないことはないよねなんだってね削ったり穴開けたりするのはね、うん、なんできるけどそれが使い物になるかならないかってのはまた別の話だよねあのファイヤーカットの動画見たよインド人もびっくり <laughs> まあウィッグだからいいけどねあれ実際昔やったんかねファイヤーカットってね昔あの 女の人がプロの女の人がねムダ毛処理するのに線香で焼いたって聞いたことあるんだよね。先っちょがチクチクしていていいからってなんかそんな記憶があるんだよね。